こんにちは。いつも YouTube をご覧いただき誠にありがとうございます。バーのハードルを低く、カクテルをもっと身近に感じていただくため YouTube 頑張ります。バーのある人生、どうぞお楽しみください。動画の中でご紹介している材料やツールなどは概要欄にも添付しています。合わせてご覧ください。さて、今日は美味しいリキュールを見つけましたのでご紹介したいと思います。私が大尊敬するシェリーの日本国内第一人者、中瀬さんに教えてもらいました。こちらカントゥエソ、カントゥエソ、スペイン、ラベンダーという意味です。スペインは、バレンシア地方で作られている、結構昔から作られているリキュールです。スピリッツにラベンダー、スパニッシュラベンダーとかフレンチラベンダーの花を漬け込み、さらにもう一度蒸留して2年間オークダルで熟成させたものです。アルコール度数は 23%。 はい、試飲してみます。玉突きです。いただきます。すごいいい香り、はっきりとわかる。近づけなくても、ラベンダー、ラベンダー畑に行ったみたいな香りします。あ、綺麗ですね。色も琥珀色と言いますか、濃い紅茶、日本のほうじ茶のような濃い色をしています。美味しいです。このままロックで召し上がっていただいてもいいと思います。またこれはベルモットの香りに使っていただいても面白そうです。今日はウイスキー、グレンモーランジと合わせてみます。好みのグラスに氷を入れます。この組み立て方が私は好きです。こういう感じ。はい、ではウイスキーを注ぎます。3対1から4対1ぐらいの感じとお好みで合わせてください。はい、失礼します。この、少し苦味がかかっている。もう少しか。ウイスキーベースでリキュールと合わせるカクテルにゴッドファーザーというのがありますが、それをもう少しソフトにした感じ。あ、まとまりました。いろいろ使い勝手がいいと思います。ちょっと今度はバーボンやブランデーとも試してみたいと思います。こちらスペインのリキュール、カントゥエソオロ、出会ったらぜひ召し上がってみてください。